タル何もしない人っていう仕事で、まあ、自分を貸し出すっていうことで僕を貸し出すんですけれども、僕は何もしない、ただまあ、食べたり飲んだりっていう飲食とごく簡単な受け答え、何か聞かれたことには少し答えるっていう、簡単な受け答えはしますけど、それ以外は特に何もしないっていうサービスをしています。友達が死んで3ヶ月経つんですけど、なんか信じられなくてお墓とか来られなかったんで、きっかけにレンタルさんお願いして、あと僕今日誕生日なんで、そのきっかけでお線香あげに来ました。ある意味こう自分の弱みを握られてしまう状況になるのが少し嫌だということで、全く普段の日常的な人間関係の外にいる人に自分の話をしたいと